前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。戦略、お袋様、ついに先駆けクロマティ高校がアニメ化されました。しかし漫画原作からのアニメ化の場合はとかく、キャラクターデザインがどうのとか、声優のキャスティングがどうのとか、勝手なことを言う輩もいるらしい。いっそのことこんな顔でこんな声でやってみようかとも思っています。意外と何の違和感もなくすんなり受け入れられるかもしれませんぴょ。それともこんなのでもいいかもしれません。いや、やはりこの辺で手を打とうと思います。なんかめんどくさくなってきた。死の子の言うやつはこのアニメを1000回見ればいい。アニメと言いながらさっきからほとんど動いてないじゃないか。動いてる。前略、お袋様、ある日の僕はクラスメートの林田君の言葉に乗せられて1年5組にやってきました。おい、てめえだ、メカさん。どうした、渋い声だ。聞いてくれ、メカさん。昨日うちの菅原がデストラーデ高校の連中と揉めちまったらしくてよ。構わねえ、こうなりゃうちも兵隊集めてやるしかねえだろうが。待てよ、ガシャンって音がした。要するに先にちょっかい出したのは菅原なんだろ。俺はデスコにダチがいる、そいつ通して詫び入れてくりゃ済む話だ。おい、じゃあ芋引くってのか。心配いらねえ、クロマティ高校の名前は汚さねえよ。俺一人が芋引いたってことにしとくからいいよ。なんでお前はいつもそうやって汚れ役買うんだよ。メカザーは本当は実力あるのに、これじゃいつまで経っても安く見られちまうじゃねえか。お前って本当にいいやつだぜ。よせよ、照れくせえだろ。頼りにされてる。あれほど体に悪いことには手を出すなって言ったろが。ごめんメカザー、俺どうしても我慢できなかったんだよ。それでも我慢しろ。別にお前なんかどうなろうと知ったこっちゃねえけどな、おめえがいなくなったら誰がおふくろさんの面倒を見てやるんだよ。俺が悪かったよ。メカザーは誰よりもお前を心配してんだぞ。盛り上がってる。やっぱメカザーはうちのクラスの頭だな。だな。かなわねえな、メカザーには。よよせよ。油さしてる。なあメカザーは、ちょっと話があるんだけど。なんだ。俺入学してお前を初めて見た時から気になって気になって仕方ねえことがあるんだ。ついに突っ込むのか。多分クラス全員が同じことを思ってる。いや、世間の連中だってお前を見て気づいていると思う。ひょっとしたらお前自身だって気づいてるんじゃねえかと思うくらいだ。というよりむしろ気づいてない。水くせえな、何の話だよ。いや、なんかその言いにくくてよ。俺はお前らのことをファミリーだと思ってる。何を言われても俺は気にしねえよ。そうか。じゃあはっきり言わせてもらう。よし、そのまま突っ込んでくれ、頼む。よし、言わせてもらうぜ。メカザワ、お前第二ボタンが取れてるぞ。あ、本当だ。全然気がつかなかった。そうじゃねえだろ。気になって気になって。あ、クソ、またか。どうして。また壊れたんだ、この CD プレイヤー。修理に出すと金かかんぞ。誰かこれ直せるやついねえかな。
いるわけねえだろタコ。うちの学校はバカな集まりなんだぞ。けどよ、大抵クラスに一人は機械に強いやつっているじゃん。機械に強いやつね。あいつはどうだ。おいメガザワ、あこれ直せねえかな。あ無理無理、俺機械音痴だから。機械音痴。メカザワちょっといいかな。ん、俺昔から機械に弱くてよ、どうしてもこのビデオの予約っつうのができねえんだよな。頼むからよ、録画予約だけしてくんねえかな。だから無理だって、俺機械苦手なんだよ。なわけねえだろ。けどよ、なんでみんなして俺に機械の修理だの操作法だの聞いてくるんだ。なんでって言われても。ほらお前面倒見がいいから。それはおめえらの頼み事なら何だって聞いてやりたいぜ。命を張る覚悟だってある。けど機械だけはダメだ。なわけねえだろ。なんとなくお前は機械に強そうな気がしてさ。そいつは単なる先入観だろう。例えばさ、一昔前は女は機械に弱いとか言われていたけど、それも単なる先入観に過ぎない。携帯とかメールが流行った今、女たちは男より見事に使いこなしてるだろう。なるほど。少なくとも俺らより数十倍頭いいよな。つまりそういう先入観だけで勝手な思い込みをしちゃまずいつこった。また油さしてる。けどよ、俺はそういう機械に頼りすぎてデジタル化された世界ってあまり好きじゃねえんだよな。やっぱそこに心が通じ合わなきゃすげえ虚しいと思うんだよ。このままじゃ俺たちは機械に支配されちまうぜ。それはひょっとしてギャグで言ってるのか。なあメカザワ。なんだ。俺よ、お前は初めて見た時から気になって仕方ないことが一つあるんだよ。なんだまたかよ。お前を見るたびに気になってさ、最近じゃ夜も眠れねえありさまだ。やっと突っ込むのか。きっとみんな気になってると思うんだけど、何かお前に言いづらくてさ。もしかしてこれ言ったらお前が傷つくかも。いいから早く言えよ。そうだ早く突っ込め。よし、一回しか言わないからよく聞けよ。突っ込め。お前顔でかいよな。そっか、惜しいけど違う。この野郎調子乗りやがって。罰高校舐めてんじゃねえぞこら。やべえよ神山、メカザワが捕まっていいよ。今すぐ助けるぞ神山。いや待て林田君、止めちゃダメだ。なんでだ。多分彼らならうまく突っ込んでくれそうな気がするんだ。なるほど。じゃあ例によっていつも通りここから見守っていた方がいいんだな。我慢強い野郎だぜ。詫び入れんなら今のうちだぞ。その程度じゃ俺はくたばるね。なんだとこの野郎。なあ神山、俺恐ろしいことに気づいたんだが。なんだい林田君。ひょっとしてメカザワに疑問を抱いてるのは俺たちだけなんじゃねえのか。どういうこと。俺たち以外はみんなメカザワが普通の不良高校生だと思ってるんじゃねえか。だけどどう見ても普通の不良高校生には見えない。っていうか普通の人間にすら見えないよ。ぶっ殺すこれ。今までの恨み晴らさせてもらうぜメカザワよ。それはもしかして僕たちの感覚がおかしいってこと。そうだ、メカザワはごく普通の16歳の高校生なんだ。もうそれで終わりかよ。口の減らねえ野郎だぜ。そういえばあんな人いるような気がしてきただろ。渋谷のセンター街あたりに行けばああいうやついるはずだ。おいやめよやめとけよ。うるせえ、俺は切れたぜ。うわあ。な、何。いややっぱり人間じゃないって。どういうことだ。いちご味が折れちまった。なんだと、いちご味が折れただと。俺たち今までメカザワを普通の高校生だと思ってきたけどよ、ひょっとしてこいつ。よし、まともな奴がいたぞ。早く突っ込んでくれ。体が異常に硬い高校生なんじゃねえのか。おい、そうか、めちゃくちゃ体が硬いんだな。お前らわざと言ってんのか。お前らの中には俺とタイマン張る度胸のある奴はいねえのかよ。な、何。結局お前らは群れてつるんでねえと喧嘩もできねえんだろうが。ま、雑魚には無理な話か。相変わらずかっこいいこと言ってるし。
そいつの言う通りだ。あ、横山君。確かに喧嘩にはルールもヘッタクレもねえかもしれねえけどよ、最低限の筋ってもう通したらどうだ。けど、ああ、みっともねえだろうがよ。5人も6人も集まって1人の男を縛り上げてボコったってよ。いや、3人だけど。マスコの誇りはねえのか。見ろこいつを、お前らやりすぎだぜ。やった、この男なら突っ込んでくれる。こいつはまさかもう一人ロボ。6年生の時同級生だったメカザワちゃんじゃないか。ひょっとしてお前はヨッちゃん。嘘。前略おふくろ様、先駆けクロマティ高校のアニメも随分続いているような気がします。え、まだ2回目。次回は3回目。続くぞ。続く。